ねえみ。じゃーん。そういや今日入学式か。醤油取って。はい、お醤油。何怒ってんだゆず。せっかく入学式の日までずっと見てくれないんだもん。ファスナー開いてるぞ。バカ、お兄ちゃんのエッチ。どうしたカリン。別に。ネクタイと超ネクタイ、どうでも。ねえねえ、ちゃんと見て見て。ごちそうさま。あの戦いから17ヶ月、死神の力のことはみんなすぐに信じてくれた。あんなもん見せられちゃうもクソもねえだろうが、嬉しかった。死神の力はもうない。力がなくなった頃からカリンの霊力が強くなり始めて、めんどくさがっちゃいるが、俺には何も折り合いつけてやってるみたいだ。おーす。おはよう。ファストゲーム持ってきた。持ってきた持ってきた。何忘れたの。持ってきてるよ。俺神の力をなくしてからその機能も停止したみたいで、ただの板になっちまったから。となってはこいつがあったことを証明する。ほら石田、保健室です。今石田がやってる。でソウルソサイティに怒られなきゃいいけど、あれからルキアは一度もカラクラ町に来ていない。ほらどうするかとか決めた。まだいいんじゃねえの。まだ中の上だ。ルキアちゃん、なんでそこでルキアが出てくるんだ。一回も顔見せないなんて寂しくね。普通の生活だぞ。それもそうだな。そうだ、幽霊が見えて感じたことなんてなかった。それで食っていこうとも。カバン返せ。てめえ水色。そういえばあれから俺の手元に残った死神の証明がもう一つ。勝つために鍛え上げた体と反射神。んだよ、すげえな坊主。腹減ってねえか。ラーメンとか奢ってやるよ。後で怒られると面倒なんで内緒にしといてください。残念だな。意外と用心深いんだな黒崎一護。いつまで寝てんだ一護。目を覚まさぬか。起きろ一護。起きろ。うわバカかお前。死んだらどうすんだ。ソウルソサイティに行くんだろ。おう。おめえのせいで変な夢見たんだ。どんな夢だ。喋ろうとしたら忘れたよ。いくらだ。5000円。次黒崎先輩の力を。イチゴ。まいったな。遊んでもらってるみたいな言い方だね。遊んでもらってます。キーパーをお願いしたいと考えています。佐藤先輩はあんな金金言うタイプだったっけ。お金貯めとくのはいいことだと思うけどね。ありがとうございます。部長に報告だ。いつから。今日から。あんたバスケは。先週で任期満了。先月からうちの道場で師範代やってんの。道場辞めててよかったぜ。おめえを先生なんて絶対呼びたい。井上先輩だ。顔映ってる写メ撮ったぜ。黒崎くん。ああ、井上。バカ、危ねえ、落ちるぞ。パンツ見えるよ。今度あんな危ないことしたら頭割れちゃう。怪我しなかったんだ。あんたに織姫の教育について。井上がかわいそうだって言ってんだよ。実はね、テーマソングにしてる。ハビングでしか歌ってない。成長したんでしょ。どうやったんだ。目が3みたいになってんぞ。ドクロダンにするかドブロックにするかでどっちがいいと思う。こんなことやってる場合じゃなかった。バイト早く帰んな。ちゃんとバイト先に連絡したの。前もそれで店長さんにギッチギチに絞られてたでしょ。黒崎先輩、黒崎先輩。バカか。休んだ。首に積んぞてめえ。じゃあしょうがないっすね。言い出してんのいちごちゃん。長い間お世話になりました。まだまだ続く。え、黒崎ってやつがいるだろ。なんだあれ。そいつに歯7本折られたんだよ。なるほど。調べはいくらでもつくんだよ。俺たち宮城が封鎖するぜ。みんな迷惑してるのがわからないのか。さっさと帰るんだ。てめえが黒崎か。なんだと。なめてんのか君。今こっちのセリフだ。僕のどこが黒崎だ。見つかったの。ああ、今度の死神代行は面白そうなやつだぜ。一人もここから帰れると思う。騒ぎでかくしに出てきたのかよ。ぶっ壊せ。ぶっ壊せ。
ワン、ファイ、シー、ダック。何すんの石田。こいつです、オブタさん。俺をやったやつです。お前は逆恨みしてんじゃねえ。覚悟しろ、クロソ。こいつらは俺を狙ってきてんだよ。さっき僕も関係者になったら、何そっちで揉めてんだ。これフォロー狩り行き過ぎだろ。長原商店から要請があった時に言ってるだけだ。最近までソウルソサイティに追われてたって。後でメールしろ。てかお前いつ携帯買ったんだよ。浦原さんからもらったんだ。黒崎、ああ俺の顔覚えてるな。だかっ、楽しそうじゃねえの。誰だ。その適当な理由でバイトサボりやがって、おとなしくさらわれろ。すごい、何者だ。おい、テープ剥がせよ。逃げないって約束する。完全に誘拐犯のセリフじゃねえか。安い早い安心のうなぎ屋です。じゃあうなぎ屋で、こういう店名だボケ。店の名前変えた方がいいぜ。受け継いだ大事な名前を変えろってか。これ仕事、お前がサボってる間に依頼溜まってんだから。全部自分でできるだろ。何のためにお前雇ってると思ってんの。お腹すいた。あら、大丈夫？ド派手しで事務所に来て。バカ黒崎がいる。お前ママが美人だからって。じゃねえぞ。そっち行ってなさい。うーん。カオル。あんたにだけはいつまで経っても懐かない。こんなおばさん興味ねえよとか。はい、どうぞ。あんた、この間ラーメン食うか。うちはうなぎ屋だぜ。うなぎ屋でもねえよ。黒崎くんがさらわれたって。あ、ちょ、井上さん、バイト先の店長さんだ。変な人じゃなかった？大概変な人だろ。あ、変な雰囲気感じるんだよね。僕はまた明日ね。まあ、霊力を失ったはずの黒崎の周りに、あれは確かに。じゃ、いただきます。なんでここでラーメン食い出してんだよ。お前食わねえんだろ。俺が食わねえと伸びるじゃねえ。あんた何なんだ、お客さんかい。お客さんだよ。ウーロン茶ください。あんた俺に何の用だ。妙なこと言うね。そこに入ったらおめえがいた。ラーメン持って偶然か。そっちの姉ちゃんが言っていいかい。オーブロン。よし、野球してんじゃねえ。それだけだ。お腹大丈夫？はい、ウルルさん。浦原さんいる？いやー、これはこれは。ある人の身辺調査を頼みてんだ。黒崎一心。黒崎一心は俺の親父だ。そりゃ偶然だな。本当に答えられるほど知ってるのか、自分の家族のことを。おめえは自分の家族のことなんて。浦原商店に行ってみな。カタコラーのアルファ、セキレイスプレー、セキレイ X。 他に入りようなものはない。お兄さんは相変わらずですか。うん。でも一義はずっと戦ってたんだ。いろんなもんを背負い続けてた。私らが一義を守る番だから。なんで浦原さんのところに。得体の知れねえやつのところに。浦原さんは俺たちを助けてくれた。お前はどれだけのことを知って。名前を聞かせてくれ。銀城。銀城空母だ。まだあんたを信用したわけじゃねえ。こいつを渡しとくぜ。またな。どこ行ったんだ。死神の力があれば奴をたどって。黒崎さん、本はいらんかね。何もじもじしてんだお前。部屋にあげてもらえると思ってなかったもんね。ほら、このパンこんなに食えねえよ。廃棄のパンもらってんだろ。売れ残り。一緒だろ。あのさ、最近なんかあった？なんでそんなこと聞くんだよ。勘かな。付きまとわれたりとか、なんかそういう困ったこと。絡まれるならわかるけどな。私の勘違いかも。勝手に勘違いして心配しちゃった。この間借りた漫画返しとくわ。井上さんか。違和感の正体をうまく聞き出せるといいんだ。人間の速度じゃないぞ。周囲に霊視の変動。今の光は。渡しとくぜ。銀城空母だ。
間の速度じゃないぞ。一体どういう原理で加速してるんだ今の光は。あ、結局今日は二人だけだったね。でもイチゴのやつ大丈夫かな。喧嘩にバイト。間違われるのがバイト。あんなのが青春。どうした。誰かにつけられてる気がして。危ない、上。あ、大丈夫か君たち。とにかく助かったよ。私は偶然通りかかっただけ。あんたたちめがけて。怖いこと言うなよ。あら、失敗。やつの顔も見せてくんないからよ。何しに来たんだよ。言っといたはずだぜ。あんたの命令聞く義理ない。くどかれて下についたんですが。あいつの下でもないわよ。うるせえぞ、行くぜ。じゃあな。おかえりお兄ちゃん。見て、私95点だったの。やったな。じゃあ俺部屋行ってるわ。お兄ちゃん、どうしたやつ。なんでもない。まだ顔して話聞くつもりだったんだけどな。上がってけよ。断れませんよ。上がってっか。なんでそんなこと聞くんだよ。やっぱり何か隠してるよね。大丈夫か。クリスタ、石田くんだ。どうしたの石田くん。え、12は呼んだけど後で食べるって。いやだね、思春期の男は。12に変な幻想を持つのやめな。そんなこと思ってないもん。あ、いや、ちょっと今日の片付け当番は。あれまた12に冷たくされたな。あ、ゆず12、どこ行くの。リスタ、黒崎くん。井上、ちょっとは。工事現場とかだと思う。黒崎にまで連絡したのか。口だけは一人前。そもそも僕は面会謝絶のはずだろう。誰が出頭したと思ってる。敵に切られて瀕死になるような青二歳が。どういうことだよ石田。お前には関係ない。おめえやられてんじゃねえか。全員で何とかするしかねえだろ。情報の共有は重要だぞ。あんたは黙ってろ。傷口が裂けるんだが。石田くん、帰ってくれないかな。井上もこんな時間に大変だったな。私の車で送ろう。君は早く帰りなさい。君のところの親父さんはうるさそうだ。ありがとうございます。また明日学校でね。院内で大声を出すんじゃない。すみません。君一人に話しておくが、ウリュウを切ったのはフォローじゃない。傷口の残存冷圧を今までに触れたことのないタイプの冷圧だった。敵のことなど何もわからなかったんだろう。君たちに危険が及んでいるのは明白なようだ。これは私の推測だが、何らかの力を手にした死神よりも次に襲われるのは君か佐渡君のどちらかだ。送ろう。待てって。一体何者なの。俺は今日もうまくいってないみたいじゃないか。方向性を変えてみよう。いただきます。うん、どうしたんだよ。今日学校終わった後買い物行くか。うん、ボーリング。今しかみんなで遊びに行くことできねえじゃんかさ。妹たちと買い物行く約束しちまってたよ。言わなくていいよな。ヤス、お兄ちゃん。カリンは出てくれって。そっか、行ってるか。うん。あいつこの間の不良だね。浅野たちと一緒じゃないの。今日は妹たちと買い物する予定で。どうしたんだ。電波の届かねえとこじゃねえのか。昨日のこともあるし、あいつらから聞いてないの。あいつらが狙われてるだと。行った方がいいよお兄ちゃん、友達なんでしょ。片付き。やっぱつながんねえ。ケイコ、水色危ねえ。なんでこいつらを狙う。ある人に頼まれてな。こやれ。どうすることも。最後はお前の家族だ。ある人って誰だ。待て。やめておけ。姿を消したか。偶然だ。何なんだあいつは。君はこれ以上関わらないことだ。そんなことできるかよ。君に何ができるんだ。俺にできることはねえのかよ。
忠告してやる。自分の家族を守りてえのか。はい、エクスキューションですか。お名前をどうぞ。イチゴ。ようこそエクスキューションへになって、もう一度おかけくださいでつながります。ずいぶんと面倒くせえことするんだな。こっちが面倒くさいもんだな。話があるだろうな。黒崎くん。ん、佐渡くん知らない？何をだよ。容体。あいつ風邪でも引いてんのか。昨日の石田くんのことを伝えとこうと思って学校に来てないみたいなの。黒崎くんも知らないか。お見舞い持って行ってみようかな。あの、お見舞い用事あるんだ。あ、そうだよね、急だもんね。何かあったのか。何が起きてんだ。今日は急だな。明日の20時話を聞いてやる。力になってやれると思うぜ。佐渡くん。にゃーい。いないのかな。次に襲われるのは君か佐渡くんのどちらかだ。ダメダメ、そんなこと考えちゃう。一、汚ねえマンション。いや、5分前行動か。真面目だね。3分前だ。ってのはなんだ。俺の仲間がやられた。手を貸してほしい。信用してねえんじゃなかったのか。あんたのことを信用したわけじゃねえ。ついてこい。見せてからにしてもらいてえんだがな。ここにカードを通せ。広いな。先に俺たちの目的を話しておくぜ。お前に近づいた目的だ。それは取り戻させることだ。神経してんのよあんた。探しに行かされる私の身にもな。なんとか言ったらどうなのよ。ほら、何か思ってることあるでしょ。くっ、いったー。なんだ俺たちの目的は。一体何の目的だ。一体何者なんだ。答えられるわけねえだろ。座れよ。ゆっくり話して聞かせてやる。なんか飲むか。ねえが、大抵のもんはあるぜ。いらねえ。オレンジジュースでも出しといてやってくれ。俺たちは人間だ。俺たちは生まれつき持って生まれた人間だ。見せた方が早いな。俺たちの能力は物質に宿る魂を引き出して、この世界のありとあらゆるものには高い能力が発揮できると感じたことはねえか。物の魂には元来使い手を助ける力が備わってる。大きな力にすることができるんだ。液体なら今みたいに自分から口の中に水の上に立つことだってできる。その形そのものを変えることだってできる。この能力をフルブリングと呼んでいる。見つけたか。見つけたわよ。増やしてよ。何も見えやしないわ。メガネかけろ。メガネ嫌いなのよ。あたし目が大きいから。毒ガミネリルカ仲間だ。そこにいんの誰。ジャド、なんでお前がここにいんだよ。落ち着けよイチゴ。答え次第じゃ。落ち着き、話を聞き終えりゃわかることだ。あんたたち知り合いだったの。いいか、飲むものを出してやってくれ。待って、黒崎いつもよ。かっこいいじゃないの。大丈夫か。大丈夫じゃないわよ。ほっとけ。剣を収めてもらえませんかね。俺たちの力のことはどうして空いてるか。心をなくして穴が開く。なくした心は仮面になるんだ。生まれる前に全員親がホローに襲われてるが、ホローの力の痕跡が残り、そうして生まれた俺たちに宿っこの力が疎ましい。この気持ちがわからねえわけはねえだろ。この疎ましい力を中から消し去りたいんだ。一つの事実を発見した。力を合わせ持った相手とならできるって事実をな。それって俺たちが人間に戻るためには取り戻すことが必要なんだ。それは俺の聞き手答えじゃねえ。俺や俺の仲間たちに何が起こってるのかが知りたい。力を取り戻すかどうかは別の話だ。いらねえってことか。妹は大丈夫か。ああ、別に借りを作ったからってわけじゃねえ。力を取り戻してみんなを守りたい。
素直じゃねえやつ。お前の力の証だろ。ああ、西日本に雨雲がかかり、やや強い雨が降っています。ゆず、もう寝なよ。かりんちゃんだって。一兄なら帰ってきたら私が怒鳴りつけてやっから。心配してるわけじゃないもん。ないんじゃ心配して当然なんだから。出ない、しつこい。なに。ただいま。一兄や。なんだよ、早く寝ろよ。返事は。お前の言う通りのメニューはこなしてきたぜ。文句言う割に素直なんだ。ああ、取り戻したいんだろ。修行的なことするもんだと思ってたんだけどな。どっか広いとこで修行的なこと。そろそろ足でドア開けるのやめないかな。何私にそんな偉そうな口聞けるようになったの。もう一回最初から言ってくれる。言わなくていいから。説明するからこっち来なさいよ。ちょ待って、やっぱそこでいいわ。この箱を見て、かわいいでしょ。このかわいいドールハウスがあんたのための修行場よ。は？私のフルブリンクよ。大好きとか思ったものの中に自由に出し入れできる能力よ。さ、入ってもいいわよ。あんたを許可するわ。何言ってんの。なんだってんだよ。倒して。強くないから簡単よ。フルブリングが使えればね。飲み込めてねえんだよ俺は。説明する。それが私のフルブリング。自分が惚れ込んだものの力を。好きなものが自分のペンダント一つしかないようなやつは。でも私は違うの。私は好きなものがいい。私が認めて許可を与えたものを。はい、説明おしまい。ちゃんと倒せるようになってるから。できるようなもんなのかよフルブリングって。取り戻す修行じゃねえのかよ。うるさいやつね。避けるの上手くなってきてんじゃない。ヒントぐらいよこせよ。私ら生まれた時コツもヒントも知るわけ。大概にせよガキャ。かかってこんかいこら。喋るのかよこいつ。近所で拉致った怖いおっさんが入ってんだから。15分以内にてめえをぶち殺さんと一生抜けられへんようになんねんぞ。変なぬいぐるみって何よ。終わったら声かけてね。さあおやつ食べよーっと。熱いロイヤルミルクティーがいいわ。大丈夫なの。ぶち殺させろや。なんて性格の悪い女だ。愛の力なの。何かねえか何か。そんなに気になるなら助けてやったら。気になんかになってないわよ。タイマーつけてんでしょ。15分経っちゃうけど。買い出しお疲れ様です。チャドさん、それはもうフルブリングの修行なんてさせてるのか。早い方がいいに決まってんでしょ。チャドさん、イチゴ大交渉だ。そのきっかけになるのは時間です。教授モードが発動します。そりゃ出る。なんだよこれ。タイマーが発動しましたね。こんな気まくなるなんて聞いてないわよ。これはこれはあなたでしょリルカさん。他にいくらでもやりようがある。早くイチゴをこの箱から出してくれ。その箱にもぬいぐるみと同様に条件破棄に当たります。跡形もなく焼き尽くす。脅しじゃないわよ。何度も見てるもの。それが私のフルブリン。タイムテーズモール解除は不可能。ちょうど次の紅茶が仕上がりました。もういい香りだ。フルブリングを発現させるとして、フルブリンガー物質に宿る魂を。大交渉の魂どうすりゃ。誇りだ。ギガンテを初めて使えた時誇りだった。俺が誇りを持ち続けられたのはアブエロのおかげだ。俺に誇りを持たせてくれた。誇りを持った時のことをお前の心に応えてくれる。そんなもん数えきれねえよ。残月の唾。これがイチゴのフルブリンク。お前の魂に刻み込まれている。はお前の戦いの記憶その魂に刻みつけていた。お前が力をなくしてもお前の力を覚えてるんだよ。
う使い方じゃなかったか。唾の形の霊圧が出るのか。唾で相手が切れねえのなんて当たり前だ。今の感覚はいいじゃねえか。お前の頭が冴えてくのが手に。戦い方が別人だぜ。今の感覚は確かにバカ。ケツが全身。やったぞ一号。これなら本当に力を取り戻せるかもしれねえ。なあ早くこっから出してくれよ。まだですよ。今のが本当にフルブリングなら、タイマーの条件を満たされ元の姿に。ほら戻ったぞ。しょうがないわね。何してんだ。くしゃ私のくしゃみを浴びせることで。びっせびせじゃねえか。勝手に引っ込んだな。時間制限があるのか。必要なやつか。なんだよ今の。ルキアの声だった。こいつですか。女じゃないですか。彼女が次の倒すべき標的だ。学校来てなかったな。心配だな。帰ってるんだと思うけど。チュース！獅子ガーラってもんす。ちょっち死んでもらえますかね。さあ向け。特にガツンと一発。チュース！ガツン！まぶい！本当に人間か。大丈夫ですか。大したことねえ。静止できねえ。ここまで見たいっす。何考えてんだ俺は。やり遂げなけりゃ男じゃねえ。起きた。弾がてめえの弾もらいに来たぜ。弾って弾ってのはあれだ。命だ。てめえの仲間のメガネ野郎みてえにな。石田君を襲ったのは答えて。この空気なら戦える。もう答え出てんだろ。あなたの仲間のことを教えて。はい、そこまで。石田君を襲ったのは僕だよ。そらあかんやろ。何が言いたいわけ。ゼニーやってこのおかしな嬢ちゃんに連れてこられた。わしはテコでも動かへんから。アハハハ。ビビってへんぞこら。もうあのぬいぐるみの中には戻さんといて。この携帯持って。あんたにまた仕事ができたらコールするから。そっくりだな。やで嬢ちゃん。あんたももう帰っていいわよ。え？泊まり込みでやるもんだと思って。そんやつ止めるわけないでしょ。バーカ。泊まり込みは無茶だ。一気に全身が崩れるぞ。焦ることはねえ。一年以上も無力に耐えたんだ。暗い。どうってことねえだろ。石田君を襲ったのは僕だよ。誰ですか。月島修九郎。こいつは俺がやります。煩わせる必要なんかないっす。もう帰れ。ここは後には引けないんすのメンツ。ちょっと聞こうか。君には何もしなくていいって。おっす。じゃあ。月島さんのお役。どこまで読んだかわからなくなっちゃった。困ったな。獅子ヶ原君。今日も届いてるだろうな。井上が毎日バイト先で余った。毎回量が多くて。半分持って帰ってくれ。毎日申し訳ないな。一号！井上の冷圧がおかしい。取ってくれるかな。何今の刀に変わった。残白刀。これはフルブリングブックオブジエン。君にはまだ何もする気ない。言うことを聞かない子にお仕置きして敵でも目の前で傷つくのは耐えられない。石田君を襲ったのがあなたなら逃がすわけにはいかないから。場所の見当はつく。井上のマンションだ。逃がすわけにはいかない。普通のセリフだね。何してんだよお前。お前ぶっ殺されるだけじゃすまなくなんぞ。やってるんじゃないんだから。集中しなきゃ。向こうは剣を出してるんだし足止めできないかな。井上！
井上！体の中に刃が入ってくる感触があったのに。井上！わあ、黒崎くん。大丈夫か？一体何があったんだ、井上。何もなかったけどな。ここに別の霊圧もあっただろう。普通に友達とここで会って。友達？あの人は月島さん。友達？月島さんって友達だっけ？違う、石田くんを襲った犯人、黒崎くんには言えない。また明日ね。あの人を友達だと思っちゃったんだろう。井上、どうも。ああ、井上はイチゴに力が戻りつつあることを知らない。イチゴに一番知られたくないはずだ。それを信じるしかないんじゃないか。確かに今のイチゴの力では、きっと俺の霊圧近くが間違ってたんだ。おかわり。何ですか、みっともな。いちごさんのことがうまくいってるから。ん？お前もそろそろ自分家帰れよ。スカートしてんじゃねえよ、この野郎。おかわり。ダメです。そう言わねえでよ。ダメです。直電鳴ってるよ。井上もチャドも何も言わねえけど、何かあったはずなんだ。石田をやったやつと同じやつだ。それって月島たちだろう。かつて仲間だった男だ。誰？こんな時間に。窓は階段側に開くんだから。中で話聞くから。ここでいい。なんでよ。はあ？しばらく休みたいって。どんだけ仕事に穴開けたら気が済むのよ。すいません、そんだけなんで。イチゴ。何があったか知らないけど、私に気使うのやめなさい。ちゃんと言いなさい。ありがとな、イクミさん。かつて俺たちのリーダーだった月島は、そのための計画を練り、渡すというやり方を発見した。ようやく見つけた死神代行が、死神代行を殺し、力を渡した仲間を殺し、姿を消したんだ。お前には見せておこう。そいつが持ってた代行証だ。あれ以来俺たちの前に姿を見せてね。月島について分かってることは一つ。奴の狙いは死神代行だったお前と。奴の動きがそれを裏付けて、石田瓜生を襲い、井上織姫に接触し、お前の注意を引こうとしてるんだ。銀ちゃん、俺は。焦るな。すぐに次の修行の準備に入ろう。今夜は帰れ。親父。どうしました？場所を移そう。念のためだ。そうしましょう。忘れてた。お前はどれだけのことを知って。今追いかけて問いただすか。それでもし浦原さんが本当に敵だったら、急いで力を取り戻さねえと。たった。大丈夫か？お台所が崩れてきちゃって。それで本当なのか？あの時切られてたら傷口はなくて、一瞬だけその人のこと友達だと思ってた。どういうことだ？私も言っててよくわかんないんだけど。そういうんじゃなくて、昔の記憶をたどったらその人のことを思い出した。気をつけて、佐渡くん。すごく怖いものみたいな気がする。そいつらの名前、月島さんと。話を続けていいかな。何もしなくていい。俺は月島さんの舎弟として。やめてくれないかな。行かないと思うのでありまして。井上織姫の件ってことだよ。彼女にはもう挟んだ。これ以上の接触は必要ない。こっす。銀城はなんて言うだろうな。目覚めの悪い朝だ。じゃあ始めるぜ。はい、何よ。またあの箱の中で修行やるのかよ。ほら、鳥かごがあんたのための修行だよ。人形の家から鳥かごって。現状、一体何が目的なんだ。ちゃんと説明してなかったな。決定的な違いがなんだかわかるか。それとは違い、フルブリングを体得する必要がある。自然に力を身につけた俺たちと違う。だからお前を肉体的覚醒を促す必要があるんだ。俺たちがしてやれる唯一の方法だ。ああ、仕方ねえ。それじゃあおとなしく。俺には時間がねえんだ。もうこの間みたいな修行じゃ生ぬり。お前たちの誰かと戦わせてくれ。バカ言ってんじゃないわよ。
身の程を知りなさい。この鳥川さんで十分歌劇さんマーク2をつけるくらいよ。だけど俺はそうやって今まで力を得てきたんだ。今度も同じだ。守りたい奴らがいるんだ。立ち止まってるわけにはいかねえんだよ。その代わり死んでも知らねえぞ。はあ。どうするつもりなんすか。次って佐渡ヤストラのとこ行くって。同じ学校だったよね。え、ああ、はい、ああ、はい、そうっすけど一つ頼みがあるんだけど。あんた本気で言ってるの。ああ、私は反対だ。私も賛成しかねます。その気持ちはわからないではありません。フルブリングの覚醒を促そうとする。フルブリングの暴走にもつながる。死を意味します。ここは焦らず。あんた覚えてる？空母が言ったこと。この疎ましい力を。誰も自分の能力を機器として使うやつなんかいない。守りたいものを守る？命の危険を顧みない。納得いかないね。仕方ねえな。やだよ、ジャッキー連れ戻してこいって言うんでしょ。ジャッキーの力が必要なんだ。順番通りやらせてもらうぜ。やってくれ。力が発動するから、あんたを許可するわ。え、なんや、また兄ちゃんか。今日はこの間みたいにはいかへんで。鳥川です。あ、お好きでしたっけ。戻ってこいって。ギリコは嫌じゃないの。協力することですか。自分の力。好きになれないだけなの。せやったな。気付けや、骨川くん。確かに私、気がついたら傷口はなくて。記憶の操作ということか。石田に確認してみるか。この冷圧、シャドウの冷圧か。今なんて言った。いつもうに。なんで言っちゃうの。集中乱すに決まってんじゃん。何者かの冷圧が迫ってる。修行を中止しろ。今は修行に集中しろ。そこから出すわけにはいかねえ。そんな簡単にやられるって言いてえのか。それともまた揉めてんの。俺だって今すぐ駆けつける。それを望んでるはずだ。今度はチャドに危機が迫ったから駆けつける。今のあんたが出てってどうするのさ。力を出さずここにいるなんて後悔しか残らねえじゃねえか。行きたいなら行くがいいさ。そこから出たいなら自分で出ることだ。時間か。またかよ。どうにもならねえってことか。実際の威力は違えか。いつも戦ってた時の刀じゃねえんだ。そうか、やってみるか。壊さないでよ。こいつは悪いけど行かせてもらう。待て、ああ、無事だ。今追ってきている気配はない。お前はお前の修行を続けろ。あれは一体。うまくいったみたいだね。ご苦労様。ほんじゃ、どんどん行こうぜ。この水槽に入ってもらうわよ。イチゴ、あんたを許可するわ。いらっしゃい。ぬいぐるみじゃねえんだな。ジャッキー・トリスタンよ。黒崎イチゴだ。いい顔になってきたじゃないの。フルブリング出してねえだろ。私を敵だと思わなきゃ。戦場でも同じこと言うのかい。多分言う。そんじゃ仕方ない。ジャッキー・トリスタンよ。黒崎一子だ。さっさと始めようぜ。やるじゃない。俺も思わなかった。あんたのダーティーブーツ、その能力ってのは。言うと思う。そうだそうだ、戦いながら確かめるしか。はっ、解いてやんなきゃいけねえだろ。やだ。言わなくていい。リルカのああいうとこが嫌いなの。ジャッキーのフルブリングなんて見たくないっての。まだまだ。黒崎さんの調子は。さあな。あ、
1、2、3。来ないのかい？こっちから行くよ。避けちゃ食らっての繰り返しじゃないか。勘はいいけど悠長だね。さっきまで硬かった土が水を吸って泥になってきた。汚れていくよ。始まったようですね。そう願うしかねえだ。重くなってる。汚れれば汚れるほど強く、気づかないくらいゆっくり、加速度的に強くなるよ。私汚れるなんて大っ嫌い。ずっと綺麗で可愛いままよ。よし、何でも買ってあげよう。いつまで透かしてんだてめえは。分かってんの？生身の体で戦ってんだ。死ぬんだよ。食らい続けたらすぐに肉片になって死ぬって言ってんだよ。あんたのその技、穴だらけなんだよ。その技は威力にムラがある。それだけ回転力は減少し、3発連続で使った後に一番でかい隙ができる。グリンガーライト。グリンガーライトの名物は使いこなし始めてる証拠だ。戦いは誰かに習ったのかい？最初のコツは教わった。あとは戦いの中で覚えたんだ。あんたらより上だぜ。戦いに臨むことで目覚め始めたって。いいんじゃないの？来い！ご苦労様です、ジャドさん。聞きたいことがある。月島ってやつの能力について知りたい。そうか。あの時切られたな。気がついたら傷口はなくて、一瞬だけその人のことを友達だと思ってた。そういうんじゃなくて、昔の記憶をたどったらその人のことを思い出した。月島の能力じゃないかと思ってる。月島のフルブリングいう特殊能力があったんじゃないか。今さら隠し事はなしだ。なんだ、大交渉が。隠すな。困ってんだ。ブックオブジエンド、何でも切れる刀だ。その刀に特殊能力はない。続けようぜ。中止だ。ブルブリングが暴走し始めてる。中止するしかない。続けてくれ。ドールハウスを解いて。続けろって言ってんだよ。大交渉が俺に力を取り戻せって言ってんだよ。あんたね、能力が変化した可能性は。それはない。今までに何度も変化してる。自分のフルブリング本来の力を、そんな段階はとうに超えてんだよ。少なくとも俺の知る限り、そいつは月島の能力じゃねえ。石田瓜生はどうなんだ？記憶の混乱はあるのか？分かった。こんなに汚れちゃってな。もしなかったとしたら、井上織姫を月島じゃないってことになる。久しぶりだね。こいつが。久しぶりだね。月島、こいつが。飲みすぎてないかい？まだゲームばかりやってるみたいだね。もっと本を読むようにしなきゃ。何しに来やがった？ジャッキーも姿が見えないね。そこかな。これは。イチゴ。市白書。死神の力が戻ったのか。クラッドタイプのフルブリング、イチゴのフルブリングの本来の姿。イチゴは挽回もそういう形だった。その四白章も含めて挽回だと言っていた。力をまとった姿こそが。リルカのドールハウスは
トレーニングしてたと教えてくれれば。あんた何者だ。僕の情報伝わってないんだ。僕は月島修九郎。ここでそんな派手なことしたら。何？警察を呼べ。何よ今の音。ことをでかくすんじゃねえよ。もう月島の情報はまだイチゴのフルブリングにどの程度の力があるかも。月島が井上を襲ったって情報は。そうか、あいつがそうなのか。石田を切ったのもあんたなのか。どう思う。くそ、攻撃が当たらない。月島はフルブリングで。平一郎、あれは僕には永遠に当たらないよ。当たらないと言った。いつの間にブリンガーライト。加速した。フルブリングを使いこなしていたのか。君はやるようだね。集中すれば左腕のフルブリングはだろ。どうもまだイチゴとお前を戦わせる。銀じゃん。ただいまーす。あれ、月島さん、トイレっすか。邪魔するのかい。邪魔してんのはお前だぜ。どいてくれ。無理だ。どけって言ってんだよ。邪魔だって言ってんだ。そこで黙って寝てろ。銀城、僕とやったら死んじゃうよ。死ぬのはてめえだろ。待てよ銀城。シャドウ、もう力の差が分かったろ。あいつに勝つのは無理だ。フルブリンガー同士ほっとけってのかよ。早いと言ってるんだ。斬撃は鋭く、なのに斬撃がねえ。緊張。痛い。いけませんね。銀座、イチゴ。危ないな。中に人がいたらどうするんだい。ちゃんとハイビル選んで。もう少し派手にやらせてもらう。まだまだ。イチゴ。そんな攻撃じゃ僕には通じない。あのフルブリングはまだ未完成。今のその力に随分と近くなったよ。インベイダーズマストダイ。なんだこの。僕に接触させたくないんだ、ユキよ。なんだよこれ、出せよ。おい、させねえよ。セーブ完了。完成形に近づいたクロス。僕と接触させずに済む。それなら僕の方を閉じ込めるべきだろ。あんたをセーブするには充電が足りない。あんたも困るんじゃないの、月島さん。さっさといなくなってくれる。こういうの苦手なんだから。早く行きなよ月島さん。またねリルカ。俺たちも消えるぞ。どうした。どうぞ。
来てくれてありがとう。井上さんにこの傷をすぐに治してもらいたい。どうした急に。僕を切ったやつと接触した異変は井上さんも感じただろう。黒崎くんがまだ何も話してくれないから。ただやっぱり私を切った人と。なんだって。ロード完了。前のアジト修繕するのもどうせ僕のお金なのにさ。新しく作り直す。どっちが安いか計算しなきゃな。ジャドに言ってくれ。ジャド、私が看病しなきゃならないのよ。大げさに気絶なんてすんじゃないって。すぐ起きるでしょ。ジャド大した怪我じゃない。あの男、月島は退却したよ。俺たちにダメージを与えるつもりな。あの状況からでもまだ戦えた。それをしなかったのは考えすぎだよ、うん、僕の能力は知ってる。黒崎に興味があるならなおさらね。ん？そっちはどうだ。全て対応しておきました。じゃ見積もりでもしてこようかな。ここでイチゴの修行に付き合い。なんで僕が。こいつの充電も切れそうだし。プラグ刺したままやれてるから嫌だ。冷圧を完全に遮断できるお前のフルブリングが必要だ。実戦か。そうだ。ジャッキーはもう倒したさ。次は誰と戦うんだよ。俺だよ。おかしいな。同じ奴に切られた。受けたダメージ、甘い匂いしなかった。思い出した、フルブリングって言ってた。僕はその刀を残白刀の一種だと思ってたから。この道ってことは病院に。うん、一応傷は治ったけど普通の冷圧での怪我と違うみたいで。石田の様子もいろいろ聞きたかったんだ。どこ行くの。イチゴのところだ。お前の力が必要になる。じゃあ始めるよ。さっきまで閉じ込められてたのか。インベイダーズマストダイ。標的を空間に閉じ込めコントロールできる。邪魔はするなと伝えてある。あとは少し違うかもしれねえが。思ってたより随分殺風景なもんだな。すげえ平べったいけどな。余計なことはしなくていい。せっかくゲームの中に入ってゲームらしいルールが欲しくねえ。ライフゲージ作ってくれ。今の体力に合わせる。平等に6つずつでいい。出た出た。ゲームオーバーってことか。ユーダイって出してあげるよ。行くぜ。ああ。井上だ。毒ヶ峰リルカだ。何しに来たの。でも手伝いに来た。そうですってことは怪我するってことなの。苦しむことになんのよ。黒崎くん心配してくれてるんだね。あ、違う、全然心配。分かってるの。とっくの昔に通り過ぎたの。私の力が必要なら私はそのために力を使うの。取り返しのつかない大怪我なんて。無理、もうやめぞ。もうバテたのか。今14セットだが。じゃねえよ。もう1セットやった。俺そういう語呂合わせみたいの。15って書いてある T シャツとか着てるくせに。お前のそのストーカーみたいな情報もキモいんだよ。頑張ってるな。入るわよ。ここに置いとくわよ。さっきドーナツ食べたばっかだからいらない。ロード完了。いろいろありがとう。じゃ行ってきます。イチゴ、あとは仕上げだけだって言ってた。急に学校行こうなんて。イチゴの覚醒を阻止することなら井上を襲う必要があったんだろう。本当はイチゴを追い詰めフルブリングを習得させようと仕向けていた。月島の能力にあると思う。月島さんのことを思い出した気がするって。私のものすごく大切な人。やはりいつまでも放っておくわけには。そうだね。ちょっとあんた、いないの。美味しかった、ありがとう。スキルだ、出るってやめろ。井上、椿。また待っててくれたのかい。なんで。そろそろ目覚める時間だよ。僕は誰かな。井上に何をした。君と同じことをだよ。遅かったか。怪我を負ったような様子はないが、冷圧がもう一つ。
さて、休憩は終わりだ。インベイダーズマストダイ。そろそろ仕上げだ。楽しみにしてろよ。そう願いたいものですね。もうこんな時間かよ。もう大丈夫なの？らしくないじゃん。ねえ、アツ。誰か不審な人を見かけたりしなかったかい？不良の奴らなら来てないよ。井上さん、あれはあいつに間違いない。あの二人からも同じ霊圧を感じた。何を企んでいるんだ。一義、昨日も帰ってこなくてさ。家の人たちに何か変わったことなかったかな？誰かを見たとか何かを感じたとか。一義は昔から鈍いからね、気づかないと思うよ。そう、バイト先わかるかな？はい、これ。来なくてもいいよって伝えてくれる？何？それじゃ、お兄ちゃんの友達？そう、石田くん。一義の言ってたまんまの人だったよ。よし、まあこんなもんだろ。さすがにもう体力もついた頃だろ。体力？生身で扱うもんはバカみたいな体力が必要なんだよ。何か見えたろ？やっぱりな、俺の姿が霊圧に照らされて見えたはずだ。お前の目を潰し戦わせた。力を取り戻し始めた証拠だ。だから俺たちはフルブリングにより覚醒させたんだ。フルブリングと融合し、お前は死神を超える力を。ほらよ、本当に完成してるはずだ。大したもんだな。名前が必要だな、お前のフルブリングにも。車もない、ルスカ。おかえり。どうにか完成したね。ああ、手間かけたな。早く妹たちのとこに帰ってやんな。心配してるだろうからな。何日ここで修行してたんだ。ざっと丸一日ってとこ。感を早送りしておいたおかげだよ。首を長くして待ってるはずだ。これで守れる、みんなを。霊圧に違和感を感じるのに、井上さんはあの時僕と同じ奴に切られたという。まさか。完成させちまうとはな。おさらばってわけだ。月島がどう出るか。どうしたお前ら。ようやく思い出したんだ。やるべきことをです。まさか。ダディブーツ、まだ起きてるのか。ただいま。おかえり。ああ、遅くなったよ。悪い。この靴今日は誰だと思う？お兄ちゃん。いや、イチゴ、久しぶりだね。シュウちゃんだよ。夕方に来てね。連絡もなしで急に来るんだもんな。迷惑だったかな。月島、どこで何してんだ。何してるの。話してやれよ。ユズとカリンに何しやがった。いいんだよ、イチゴは真面目だからね。僕に怒ってるんだ。答えろ。ユズ、出てあげて。ユズちゃん、こんばんは。お邪魔します。シュウさん来たよ。あんた最近夜遊びしてるらしいじゃない。僕が呼んだんだよ。みんなに会いたくてね。夜中にみんなを呼び出したのは悪かったけど。そうだ、シャドウと織姫も呼ぼうか。いえ、月島、てめえみんなに何しやがった。大丈夫、月島さん。あんた何してんだよ。いいから謝れ、月島さんに謝れよ。黒崎。久しぶりだね。てめえ、ここで何してんだ。何してるの。シュウちゃん苦しそうだろ。シュウさん来たよ。なんだ、イチゴもいるじゃん。もっと早く帰ってやんなよ。僕が呼んだんだ。夜中にみんなを呼び出したのは悪かったけど。あ、そうだ、シャドウと織姫も呼ぼうか。
月島さん、てめえみんなに何しやがった。いいから謝れ。お前どうしたんだよ。一二謝んなよ。待ってば。何なんだ。一号やられた。ユキオもジャッキーも月島にやられてた。ここならしばらくは大丈夫だ。リルカや靴沢もこの場所は知らねえ。なんでこんなことになったんだよ。てめえのせいだぞ銀城。すまん。くそ、お前らは俺に力を貸してくれただけだ。自分のことも責めんじゃねえぞ。ユキオたちはこう言ってた。ようやく思い出したんだ。お前ら、どういう意味だよ。思い出してクリアになった。記憶の混乱ではなく過去の操作、しおりを使ったフルブリングだ。新たに生まれた能力だとすれば元の形態にも符合する。そんなことができるのかよ。あいつらにとって月島は家族として友人として深くつながった相手なんだ。混乱や記憶喪失じゃねえ。月島を知らねえ俺たち二人だけが正気じゃねえんだよ。それは月島を殺せば元に戻るのか。元に戻るという確証はねえ。ただの人殺しとして家族や仲間に恨まれ、あいつらと月島の絆を断つには意外に方法はねえ。やれるか。ああ、物騒な相談してるな。逃げられないよ。あそこは君の大事なアジトじゃなかったの？俺の行き先がわかる。いつもお互いどこに行ったかわかるようにしてたじゃん。どうかしちゃったんだね。さ、帰ろ。すぐにまともに戻してあげるよ。わかった。月島のとこに連れてってくれるってんだ。着いたよ。ここか。月島！待て！考えなしに突っ込むな！一回切られたら終わりなんだぞ！僕は丸腰だ。中で話す。やるかもしれねえ屋敷の中になんか入るかよ。途中の森の中にこそ仕掛けとくさ。さ、入って入って。ほら、こっちおいで。いちご、お兄ちゃん。しゅうちゃん全然怒ってないって。しゅうさんが優しくて、ちゃんと今のうちに謝っとけよ。謝っときな、いちご。謝って。謝れ。いちご、耐えられなかった。くそ、今すぐ月島を切ってやりて。みんな、どうやらお元気そうだ。どうやら力が有り余ってるようなんだ。嫌われてるのかと思ったけど、囲まれるように移動してくれるなんて。階段は壊したぜ。せいぜい雪を一人だろ。これで遠慮いらねえ。いちご、させねえ。この短期間でよく成長した。てめえを殺しに来たんだ。さすがだね。ありがとう。同じなのかよ。俺はむしろ違うから戸惑ってる。黒崎くん、忘れちゃったの？朽木を助けられたのも、井上を連れ戻せたのも、アイゼンを倒すことができたのも、月島さんがいたからじゃないか。俺たちが力に目覚めた時だって、一人で行った時だって、俺たちの相談に乗ってくれた。理解できてるか。一号、あんたの相手は俺らだろ。よその心配とか調子こいてんじゃねえぞ。これを落としたのはあいつか。何か道具を持ってる様子はねえ。ネジが一本一本全部外れて落ちてやがる。
未来を分岐させる話が決まって未来だよねとは過去を分岐させる僕の存在自体を自在に相手の過去へ挟み込む。予想は当たってたってことか。あいつはもう少し頭が悪いと思っていたよ。すでに別のものになったって言ったらどうだ。別のものになったんじゃない。誤った過去を歩んでいる。すぐにその思いは最初からなかったことになるから。くそ、俺は一体何のために力を取り戻したんだ。見せろ。やめろ。行かせない。全然大したことねえ。体に当たんなくてよかったな。どういう意味で。ジャックポットナックル。大当たりの出目をド頭に引き出す。今のは俺のパンチが大当たりして俺の唾が疲労でぶち折れた。本当の一撃必殺ってのがどういうもんか見せてやるぜ。行くぜ関島。言葉の続きが出てこない。死神の力とウルブリングを融合させることに成功している。絶望の力の完成の手助けになっている。もう仕上げでいいんじゃない。さすがに時間です。何のことで。イチゴのやつは。もうやめてくれ。いい加減にやめるんだ。お前らと戦うつもりなんかねえんだ。セクシマ隠れてんじゃねえ。くそ緊張。どうなるんだ緊張。みんなみたいに頼む銀城。うるせえな。後ろから月島に切られたら終わりだって言ってんだろ。大丈夫なのか。あいつのことを敵だと認識できてるし仲間だと思ってる。そうか。個人差があるのか。じゃあ打つ手がなくなることに変わりはねえ。ああ。黒崎、石田、どっちだ、どっちなんだ、石田。やっぱりお前もなのかよ。こっちへ来い。僕は味方だ。誰が。早くしろ黒崎。黒崎、わからないのか。お前の後ろにいるやつだ。なんだ月島の能力で。確かに月島の能力。俺は月島に切られてお前の敵になったわけじゃない。月島に二度切らせてもらうぜ。お前のフルブリング。やっぱりお前もなのかよ。石田、僕を切ったのはお前の後ろに。黒崎。あ。なんだ。あの時。僕のフルブリングで切った方が良かったと思う。さっさと切れよ。やっぱりやるんだな。仕方ないな。そういうことだ。僕のブックオブジエンドは
それを元の形に戻す。敵としての月島を挟み込んだのさ。君が一番芝居が下手だから。バカ言え。さっきまでの芝居は他の誰よりも察しがいいね。他のエクスキューションにも挟み込んだ。やったみたいだね。あの瞬間のための行動で事を運んだと考えてよいでしょう。空母が最後の仕上げをする。つまり全部準備した上で。ここに来る前から分かっていたような口までは確信していなかったさ。みんなにまとわりついたレアツから大したもんだ。ずっと同じシナリオに沿って最初からな。ふん。それじゃ次の段階。フルブリングが力を取り戻したかった。やっと方法が見つかったと思った。自分の力でみんなを守れると思った。だけど泣いてるのか。まずい。もう会うこともねえ。俺にはどうすることもできねえのか。俺は強くなりたい。もっともっと強くなったら守るんだ。狙われてる奴らをお袋に合わせる顔がねえんだよ。返せ俺の力を。それで取り戻した力だろうが、例の一つも言ってくれよ。返せ俺の力を。死んだ。そうか、親父たちまで。そうなのかよ。その刀を握ってんのが誰なのか、もう見えてるはずだ。ルキア。久しぶりだ、イチゴ。なってないわ、ボケ。私が見張っておらぬとすぐふぬけるな、貴様は。月島とやらの能力は過去を塗り替えるとは、貴様の未来までは変えられはせぬ。違うか、イチゴ。別に変えられてねえ。いい顔で盾を入れるな。この刀に刃はついておらぬ。貴様のために裏腹が用意したか。貴様にもう一度死神の力を渡すことができた。死神の見た目だけなぞって死神の力はねえ。奪い取ってやったんだからな。てめえ一人の霊圧を注いだぐらいで戻るはずがねえ。ルキア一人じゃねえよ。レンジ。俺たち全員が霊圧を込めてんだ。戻せねえわけがねえだろう。銀城と言ったな。力湧き出る蓄すことなど毛頭できぬ。イチゴ見せてやれ。イチゴ。ああすげえな。力が上がったみてえだな。月賀天章の威力は上がったか。バカ野郎、今のは月賀天章じゃねえ、剣圧だ。月賀天章。悪い、外した。次は当てる。引くしかねえよ。って力だ。俺の与えたフルブリングが奴の基本性能を上げたのか。感じるだろう。みんなの力だ。人間への力の譲渡は重罪なんじゃなかったのかよ。総隊長命令じゃね。その刀を持って寄れ。我らは黒崎一護に救われた兵隊の恥となろう。
固定十三隊全隊長、この刀に電圧を込めよ。総隊長もいいとこあんだろ。それを変えたのはお前だ。胸を張って受け取れ。なんだ、まさか。電圧を戻した理由は二つある。死神代行として代行賞を与えられ、忍者を空母。死神代行、浮竹から聞いたに代行ってのはあいつのために作られた掟だ。今はあいつに集中しろ。てめえの力をもらってなけれ死んでたところだ。黒崎くんが泣いてた。どうしてこんなことになっちゃうの。私の好きなのは月島さん。何だって犠牲にできる。黒崎くんが泣いてると辛いよ、苦しいよ。泣かないで。黒崎くんが泣いてない。止めに来てくれたんだね。イチゴを止めに来たんじゃないのか。銀城を倒しに来たみたいじゃないか。過去に疑問があるのかい。おいでな。信じられないかい。織姫。誰だ誰だ。ジャドジャド。変なの私。後から過去をねじ込むな。今までそれで何人壊したと思ってんだ。ちょっとずるくねえか。井上さんと佐渡さんは戦線離脱で、これで心置きなく戦えますよ。フーゴ、その力を手に入れるなんて。みんなで分けるって約束だったろ。うるせえな。イチゴの力を分けてやる。獅子ヶ原君には分けてあげないの。強化すると面倒そうだ。殺しとけよ。私たちがあなたに与えた力の素晴らしさ、身をもって死なさい。調子に乗りやがった。俺ないく、我々全員と。加減はした。死んじゃいねえはずだって気づかなかったの。デジタルラジアルインベイダーズ。アメンだよ。きっちり殺せ。ボーナスポイントあげようか。おー、なんだてめえは。ああ、部屋分けしてみようか。手を口き、そいつの方が強そうだ。変われと私は弱そうだと。雑魚を切っても退屈なんだよ。こともできるのです。時の神との契約は。この兄弟な。退屈だろ。カラクラ町の景色か。お前が戦いやすいフィールドにしてやったんだ。悪いが2対1だ。謝っておかなきゃいけない。ソウルソサイティから戻ってきた時、僕は君の前にも死神代行が存在し、考えた時に言うべきだった。せい！いった！関係ねえよ。ボン！君だって似たようなもんだろ。足手まといになんなよ。まだ誰も出てきてねえじゃねえし、帰るか。ダメだよ、怒られるよ、ケンちゃん。耳引っ張んな。狙ってんの。愛情パワーでパワーアップできない。なんかめんどくせえやつ引き受けちまったな。どこだ、姿を現せ。戻せられるなどと思うなよ。いるのだ。 K の相手が私でよかったと考えていた。私は K の戦いを援護する。死すべき無知だ。 K が人たちを振り終える前に、どう見てもあんな大木を折れる月じゃねえ。さっきから何本も一撃でへし折ってやる。おい、こら！抜けた肩を筋肉だけで入れやがった。来ないのかい。こっちから手なんか出せるかよ。自分より強い女に会ったことは。先に手は出さねえ。
そのバイクの部品みてえなのは何だ。死神がバイクを知ってんのかい。剣くらいは抜いた方がいい。後悔したくないならね。すべてについた汚れが。終わりだ。今の一撃を食らってはないなんてことがあるか。だから愛禅と戦えるように鍛錬したんだ。空が折りたたまれてる。空間ごとあたしらを消そうとしてる。脱出するぞ。力ずくで。お前、敵を助けて死ぬなんて熱いな。もう見つけてくんないのかと思ってたよ。可愛げないな。よく喋るやつだ。乱暴だな。この空間では僕は神なんだ。例えばこんなこともね。大したもんだ。ガキが怖いのか。加減してんな。試しに見せてやろうか。どこまでもお前を追いかけてぶっ殺してやる。お前捨て子か。違う。見た時は気分が どうした。情けをかけたわけじゃねえ。お前を殺したところで解除されるとは限らねえからな。え、5分以内に空間を解除しまでは奪いはしない。てめえはついてる男だったよ。ついてる男だ。どうした。君がそこで待ってるってことはここから踏み込んだら君の慎重なことだ。意味のある行動に見えたかい。千本桜。待って。こんなしょうもねえ戦いで死ぬことはねえ。てめえが命を懸けるほどの男なのか。当たり前だろ。そいつはてめえのために死んでくれんのかって聞いてんだよ。俺はいつでも死ねんだよ。命かけんなら対等にかけろ。自分のために死んでくれるやつのためだけに死ね。ここでてめえが死んだと命を捨てて戦うところを想像しろ。獅子ヶ原君には分けてあげないの。強化すると面倒そうだ。殺しとけよ。面白い能力だと思ったんだ。それでもまだ死にたいならかかって、次は全力でぶっ殺してやるよ。どころか近づくことすらできぬと。ああそこだね。僕が仕掛けたのさ。昔だよ。この空間には何度も来ているということ。切った相手の過去に僕の存在を挟み、かつて来たことになった。無機物に対しても通じるということか。そして僕は君の刃を二度と受けることはもはや飽きるほどに見ている。一瞬の瞬瞬が命運を分けたね。君は反射的に考えてしまった。絶対に刃が通過しない範囲というものが存在する。所持者を中心におよそ半径85cm。 絶対に傷を負うことはない。挽回である千本桜影吉にも同様に存在し、交代ではなく接近。でも何も情報のない状態ではその行動を取る。だから K は千本桜と何度も対峙して、無償剣という言葉は誰に聞いた。忘れたわけじゃないだろう。君は今僕に切られたんだ。君が今までに編み出したものは何一つ僕に通用し、千剣も合剣も白帝剣もだ。ダメだ、切れぬ。動物がいまいちわからぬが。無念。ものは切れないんじゃなかったの。タンスなど可愛くもなんともないわ。ようやく物陰から出てきたな。ちゃんと切れるとか思ってる。貴様を切るつもりはない。それってうぬぼれだからね。って言ってんのよ。生意気。袖の白雪。私と対等には戦えぬ。もう終わりにするのだ。私はただの人間を切るつもりなどない。ただの人間じゃないわよ。なんだこれは。を許可するわ。なんでぬいぐるみなのだ。残白刀も握れないわね。待ちなさいよデミコ。せめてウサコとかにしろ。こんなぬいぐるみに追いつけぬとは情けないと思わぬのか。シュンパ。
歩ができた。ぬいぐるみに閉じ込められただけ霊力を失ったわけで。波動の33総括意。まぬけ、ただの人間じゃないってことも分かったでしょ。随分とこだわるのだな。そんなに価値のあることなのか。普通じゃないから月島に会え、普通じゃないから銀城に助けられた。得ない世界の掟を答え、強い者と弱い者はいて教えてあげるわ、弱肉強食を。話してよリルカ。バカじゃないの。リルカが私の人形だった。他の誰も持ってない、私だけの特別な力だって。6歳の私は無敵だった。好きな人ができた。近所に越してきたお兄さんで、走って助けに行くような人。その人を隠した。私のものになるんだと思って、ドキドキが止まらなかった。そうはならなかった。徐々に怯えたものになっていった。その目に耐えられなくて、その人を離した。その人がバラしたらどうなるかなんて。弱肉強食って言葉はめくらましよ。弱いから食われるんじゃない、数が少ないから食われる。誰だって気づいてるのに見ないふりしてるだけなのよ。バラバラの弱肉だった。家族を守れなかった自分の力に、力の使い方もねじ曲げてしまったやつ。力を使えずに錯覚するようになったやつ。自分で勝手に孤立したやつ。その私たちの前に現れて。お前らが悪いんじゃねえ。バカに寛容すぎんだよ。今度は俺たちが食い尽くす番だ。私たちは染めの舞だ。理解できぬわけではない。それを理由に仲間を見捨てるわけにはいかぬ。数が大事だって言いなさいよ。お前は全身が氷結する。この能力で終わらせるのは嫌だったんだけど。どこへ消えた。折れちゃったね。とっさに視界を戻したのは良かったし、剣の腕も上達してたけど。どうした。挽回。千本桜影よし。いきなり挽回できた。無償剣に入れば初剣に歯が。無償剣を看破したということ。無償剣の内側に刃を通せば。そんな鍛錬した記憶はないけど。刑には通用せぬのだろう。つけ焼き場。千本桜影よし、速度が2倍になるんだったから。速度を上げていればいるほど急激に定めることは自殺行為だった。速力を上げた上で急激に範囲を狭める。かわせなくなるのは当然のこと。君は僕に勝つことなんかできやしない。次は軌道か。封じる手段を持って撃ってみると。そうか、歯を掴んでいたのか。そんな戦い方ができる。万全の姿勢で臨むものと思っていた。楽しかったぞ。様子見にしちゃ長えんじゃねえか。さっさと終わらせてえだろ。黒崎の霊圧が融合されてる。よう、明暗出たか。バカか君は。奴の霊圧を観察してたんだ。じゃあ俺行ってくるわ。やっと出てきたが、何か作戦でも立てたか。来いよ。確かにそいつ以外ねえだ。ちょ待った。ケツが。聞いてるのか黒崎。聞いてるよ。あいつの力が減るわけじゃねえし。変わるさ。用心しろよ黒崎。やつは君の全ての能力を手に入れている。冷たいな。君の恩人だろ。 K は確かに私の恩人だ。だが黒崎一護の敵だ。誰の恩人だろうと。そのためらいもない。くそ。おう、ようやく出てきたか。早いっすね。なんだ、ボロボロじゃねえか。は出られたんすけど、しばらく動けなくて。敵はやったのか。死んだと思います。おめえこそどうなんだよ。俺んところのやつは説教したらどっか行っちまって。なんで出てくるなり喧嘩してんだ。てめえには関係ねえことだ。能力解いたら解放してくれるんじゃなかったのよ。ルキア。命はある。霊圧の乱れもない。
敵の気配も死体もなかった。知ってる風な顔だな。死んだか逃げたか知らないけど、早く氷溶かしてよ。あれは無理。本当だってば。力の受け渡しができるって。そしてそこに小さな制約を交わして、能力の範囲内に空母がいる時に限って限り能力を解除できない。全力で戦ってるってだけだよな。何のために戦ってる。月島なら死んだぜ。全て元に戻るんだ。何のために戦ってる。もう一つ話してやろう。本当に戦うべき敵の話で。落ち着いてきたな。あとは任せます。知ることなんすから。ふざけんな。驚愕の真実ってやつを提示してという流れに持っていくのが狙いだ。お前ら二人相手でも十分勝てる。お前、自分がなぜ大交渉を持たされてるか、有益であると判断された場合、そいつは嘘だって。有益か無益かは関係ねえ。現世での死神代行の活動を許可する、その効力を実感したことはあったんだ。俺、大交渉も聞いたこともないわ。監視と制御だ。お前の居場所を捕捉でき、フルブリングの鍛錬中に仲間の声が聞こえたことに、ソウルソサエティとの通信装置であり解析し制御するためのもの。一号、この計画の発案者は13番隊隊長で、古来から必ずそれを渡す決まりになっている。ありがとな、浮竹さん。俺たちははめられたんだよ。一号、狙いは俺たちを監視し制御し、情け、うるせえ。挽回ルキア大丈夫か。おい、今右肩が痛いな。まだあの中なのか。あの空間を壊せぬわけはない。何、挽回。何がうるせえ。一気に俺を殺して黙らせようって。現実から目をそらすか。石田に言ったんだ。余計な心配すんじゃねえ。言うことがおかしいと少しも思わなかったわけじゃねえんだ。ある時気づいたんだ。本気で俺を騙すつもりだったんなら絶対に気づかれない手段を取れたはずなんだ。ああいう理由で代行証を渡し、俺はその代行証がないことにすぐに気づくことになった。俺に選ばせてくれた。お前に選べる道なんてなかったはずだ。俺は力が欲しかった。いろんな奴らを守れる力が欲しかった。力を求めてた俺に力を取り戻させてくれた。みんなを守っててめえと戦うんだよ。しょうがねえな、挽回。かかってこいよ銀城。言うじゃねえかガキがよ。ソウルソサエティへ帰還する黒崎一護の決断を見届けに来たのだ。次に死神代行が現れれば銀城の居所を洗う餌として使い、両者ともに抹殺すべしという意見だが、その代行に触れて死神代行のために力を分け与え隊長たちを派遣した。一護は真実を知り決断した。俺たちの知る黒崎一護も何も変わらない決断だった。あいつでよかった。一護は何も変わってはいない。100万年の普遍がことごとく一号、どうしてだ。俺を裏切った死神たちを叩き潰す。俺を理解しようとしている奴の目だ。肩を並べる奴の目だ。一号、もし順番が逆だったら俺みてえになってたか。ダメ、バッカじゃないの。どけよ
を救ったのは銀城を救ったのはイチゴなのよ。お前一人か。そうか、俺と一緒だな。なんでだよ、銀城が教えてくれなかったんだ。獅子ヶ原か。ああそうか、そうだよね。足癖が悪いね、ジャッキー。よかったね、生きてて。君フルブリングが自分の能力を嫌ってたんだし。このフルブリングだけだったんだってどこかで気づいてたからなんだろうね。もう行くよ。目が覚めたか。生きてるのね。けどお前以外の連中はよかった、リルカちゃん。つからないって聞いたから。死んじゃダメっすよ、月島さん。月島さんは無敵なんす。ありがとう月島さん。朝っすよ。一人じゃなかったんだ。ウキタケ隊長、報告いたします。黒崎一護は銀城空母に勝利しました。銀城空母の意外の収容も完了しました。そうか、よかった。朝ごはんっすよ。スペシャルお漬物もありますよ。開けますよ。ありがとう銀城。ありがとうチャド。ありがとう織姫。そして一護、さよなら。ずっと忘れないでいてくれるから。ご報告いたします、13番隊朽木副隊長がたった今帰還いたしました。それをなぜわしに報告する。それが、ああ本当か。黒崎一護が。急に何しに来とんねん、あいつ。一護元気か。おう。待て。直接話をしたいのだそうだ。許可が下りたところだ。ちょっと待てって。いろいろ考えるところはあるだろうしね。代行証返しに来た。わからないけど嫌な立場だね。どう、ま、全員でお出迎えかよ。黒土と浮竹は来ていない。じいさんが待ってる。あんた隊長になったのか。世間話しに来たんじゃねえだろ。俺たちは罰席に控えよ。はっ。こたびの戦い大義であった。今日はねぎらってもらいに来たわけじゃねえ。持って帰らせた銀城の遺体を。一護、何言うてるか分かってんのか。から力を奪って殺し続けた大罪人だぞ。そないなこと言うてんとちゃう。お前許せるんか。許してええんか。許すも許さねえもねえよ。家族も仲間も元に戻った。ただの死神代行だ。その言葉、熟考を尽くした末のものと。それくらいやってやりてえだけだ。死神代行を続ける以上はな。そうか。死ね、しかと聞き届けよ。じゃあ行くぜ。ああそうだ、カラクラ町に来る死神には分からせといてくれ。やっぱりここだったかい。帰るみたいだよ。代行書は持って帰るって。彼僕らを信用してるから持っておくそうだ。そうか、成長したね。若い子の成長ってのは眩しいもんさ。じゃあな、ルキア。それを聞くのは何度目だろうな。これが最後ってわけじゃねえんだから、何度言ったって構わねえだろ。そうだな。